ザキヤマは妻がママ会で幹事になった時、先に到着したママのため満勤の前説で場をつないだ。ザキヤマは養成所時代、授業はほぼ皆勤賞、根っこがクソ真面目。ザキヤマはコンビ再結成の話し合いで柴田に、実力でなんとか俺のところまで来てほしいと熱いエールを送った。ザキヤマはテレビでサプライズで再結成の即興漫才を仕掛けたが、自分もガチガチに緊張していてショートでなくフル尺の漫才になってしまった。ザキヤマはロケで横澤夏子から自分だけに妊娠を明かされると、本番では笑いも取りつつ生ものを食べさせないかみ対応だったが、ザキヤマと違って横澤になんで食わないんだよと言っていたのは2世のお天気役割眉毛、頼りなくてつぼる。